はい、皆さんこんにちは。低音の貧しい野望でございます。今回もリアクション動画続きやっていこうと思うんですが、まあちょっとね、ここで、まあお詫びというかね、前行きまた長くなってしまうかもしれませんが、私ね、リアクション動画続けていこうなんて思ってませんでしたからね。まあこれ、ロード・オブ・レジスタンスから入ってくださった方はね、わからないと思うんですけど、まあ要は息子が、私の PC を使ってオンライン授業をしていたんですね。だから、私のゲーム実況の作成とか作曲とか全然できない状態に陥っていたんですね。まあ、長期にわたってね。まあ、それで、まあ、とりあえず溜まっていた動画をアップしていたんですが、ついにそれもなくなってしまいました。なので、動画アップが滞ってしまいますよね。なので、なんか、簡単な、編集でアップできるものがないかと思いまして、まあ、リアクション動画みたいなものを考えたんですね。まあ、だから、あくまでもね、本当に期間限定で、ね、簡単なものっていうイメージで出したんですが、まあ、最初のリアクション動画がね、カレンガーズになってしまったんですが、その時のコメントにもね、例えば、そのベビーメタルのリアクション動画をするんだったらそれはもうジャックポットだっていうね、音の専門の方がリアクション動画出せば数千はいきますよみたいなね、そういうコメントがあったんですね。でも私そのコメントに対してね、不安ですっていうふうに返してると思うんですよね。なぜかというとね、そんなにたくさんの方が見えたらもしかしてリアクション動画続けていかないといけないのかもしれないなんてね、考えてませんからね、私。なので、もう本当にね、ロード・オブ・レジスタンスのね、リアクション動画も、公開するか迷ったんですよね。もう丸一日迷った挙句、ね、まあ、動画の中で、息子が今週中には投稿するっていうことを言ってしまってるんで、もう思い切って公開に踏み切ったんですね。そしたらもう、ブワーってね、すごかったですね、もう。もう、数千どころじゃなかったですね。うん。いや、思った以上にもう反響が大きくて私もびっくりしてるんですね。もう私のチャンネルっていうのはね、もう細々と活動してきたんですよ。それこそ最初の1年は3人しか登録者がいなくてね。まあさすがに誰もね、見てくださってないなぁ、みたいな感じだったんですよね。で、やっぱりいくらなんでも寂しいんで、ね、青の英雄の4番目の動画かな。それはもう結構今視聴数が多い方なんですが、ね、多分多い方になってると思うんですが、その動画の途中でね、もしも見てくださってる方がいたらコメントください。私、寂しいんです。まあそのようなね、私の寂しい心情を言葉に出してるんですよね。まあなぜかその後にね、こう、急にその動画、伸びたんですけどね、5年間ね、ずっと、こう、地道にね、活動してきて、チャンネル登録者数も少しずつ増えてきたんですね。で、まあ、280人まで増えてたんですね。視聴されてくださる方もだんだん増えてきたっていうイメージで。で、ね、5年間かけてね、一番多い視聴が1万回のが、まあ、1万回超えるのが一つあるんですが、たった1日足らずでね、それを上回ってきましたからね、あのリアクション動画は。もうびっくりなんですが、私はね、もう満足のいく状態なんですよね、もう今の状態で。もうその、ね、コメントを見てもね、本当にね、まあ私なんて本当にベビーメタルに関してはね、もう粒のど素人ですよね。だけど、その、熱狂的なね、何でしたっけ、ベビーメタルのファンは、なんて言ったんだかな、うん。まあ、ちょっと忘れましたね。その方から、ありがとうとか、感動しましたとかと、そんなようなコメントが来てね、私も光栄なんですよ、本当に。中には、泣きましたとか、ありますよね。うん。あれ、そんなに良かったかなんて思って、まあ、私、一応、動画アップするときにね、一回、そのアップした後にチェックして見るんですよね。
その時は何ともなかったんだけど、そのコメントを見た後にもう一回見たら、自分のリアクション動画でね、泣いちゃいましたから。あ、そういうことかと思ってね、うん。あとね、お友達になりたいっていう方も見えても本当に嬉しいんですが、逆にこれは私は恐れていたことなんですよね。だって皆さん、次のリアクション動画を期待して待ってますよね。いや、私ね、全然考えてなかったから、困っちゃってね。で、私最後に、動画の最後に、それでは次回までごきげんようなんてね、そのようなこと言ってますよね。あれ、いつもの私の、お決まりのスタイルですからね。例えば、始まるときもね、皆さん、こんにちはね、帝王の魔術師アボーでございます。これも、いつものお決まりのパターンなんでね。まあ、あの最後を見るとね、やっぱり、お、これからもじゃんじゃん出していくぞ、みたいな感じに見えますが、いつものパターンですから、あれは私のお決まりのパターンっていうやつで。なので、私は、今までの実況動画をと、そのリアクション動画を、もう同時に出していくっていうのはもう無理なんですよ。もう息子は学校を登校するようになりました。だからもう自分の作業に取り掛からないといけないですね。もう、全然実況が溜まってないですから、そのゲーム実況の制作に取り掛からないといけない。あと、作曲活動も、しないといけないんですね。まあ、私の作ってる曲、今作ってる曲は、もうフルオーケストラですよ。その30分ぐらいある大作を今作ってる最中なんでして、まあ、できればそれ完成させたいなっていうふうに思ってるんですね。うかうかしてると、完成する前に死んじゃうんで。まあ、なのでね、一週間に一回、ゲーム実況を出したいもそのペースなんですよ。だってそうじゃないと作曲活動ができませんからね。まあ、以前もね、亡くなってしまったんで、その代わりにね、新しいバージョンの方をちょっと出したんですね。そしたら、コメントでね、以前までの古いバージョンの方は、もうやらないんですかみたいなコメントもあったんで、あ、やっぱり楽しみに見てくださってるなと思って、急遽、139と140を出したんですね。まあ、それね、もう深夜とか早朝に作ったんで、さすがに体調崩してしまいましたよ、私。もうちょっと頑張るとね、もう年なんで無理なんですよね、体調崩しちゃって。まあ、なので、もちろんね、天秤にかけると、ベビーメタルのリアクション動画やってた方がいいに決まってるじゃないですか。視聴数は伸びますしね。チャンネル登録者数もね、一気に3倍以上膨れ上がりましたよ。たった1週間で3倍以上なったんですよね。だけど、今までの実況を見てくださってる方っていうのはね、うん、まあ物好きな人がいるなと思うんですよね。私の、まあ、出してる動画、内容が内容だけにね。まあだけどね、それを楽しみにしてくださる方がいるんですよね、やっぱり。30人ぐらいはいると思うんですよね。その人たちっていうのは、純粋な私の不安であるっていうことも、ね、そう言えるんですよね。その人たちを裏切ることはできない。私はもうこれからもゲーム実況はアップしていきます。そして作曲活動も続けたい。そういう気持ちがあるんで、だからね、私考えたんですけど、もしも余裕ができたら、再びリアクション動画アップするっていうことでどうでしょうかね。それでよければ私もね、これからやって、ね、これからもやっていきたいなっていうふうに思いますね。まあ私自身が興味ありますからね、ベビーメタルのにね。そういうことなんで、それでいいかな。うん。はい、というわけで、今回はですね、まあ、前置き長くなっちゃいましたね。すいませんね。どうしてもお伝えしたかったんですが、一番リクエストが多かったものがですね、いじめダメ絶対というものだったんですね。どうも海外のものらしくてね、ベビーメタル、いじめダメ絶対、ライブアット、なんて読むのかな、
ソニスフェア 2014UK オフィシャル、まあ、こちらの動画を、見てみようかなと思うんですが、まあ私、なぜこの動画見ようかなと思ったかというと、どうもコメントによると、ベビーメダルをまだほとんどの人が知らないみたいなね、うん。そのようなことが書いてあったような気がするんですが。で、前回は日本のライブですよね。海外のライブのものを見てみたいと思ったんですね。そうすれば、ベビーメダルの、なぜ海外で認知があるのか、その秘密がまたわかるのかなと思って、まあ見てみたいと思った次第でございます。ね、このタイトル見るとね、私の感じでは、いじめ絶対ダメの方が合ってるような感じがするんですけど、逆なんですね。いじめダメ絶対。うん。何らかの撲滅のようなイメージの、ね、曲のタイトルですね。それでは、早速見ていこうと思います。はい。あいつ絶対有名人だろうな。あ、もうすでになんかね、観客の心を捉えているのかなっていう感じがするんですが、すごい目だね。こういう、ね、飛び跳ねたりジャンプするのっていうのは体力消耗するからね。いや、走ってたしね。よく聞こえるね。よく聞こえるよ、声が。はい。スカートが破けてるんだけど、あれ、いつもこうなった？ちょっと今回はね、前のに比べると可愛らしさが出てるような。あの、ギタリストの人、さっきからね、もう笑顔で、ね、演奏していいですね、あれね。相変わらずドラムがすごいなと思うんだけど、すごいねこれ。いや、ロングトーンがすごいと思ったんだけど、相変わらずパフォーマンスかね。人が妙にいっぱい、うん、いっぱいいるからね、これどんだけいるんだろうね。うわ、
大したもんだ。あのベーシストですか。彼もね、あのなんか顔を見たらいいっていうか。なんて言い方、変な言い方ですよ。あのこの歌曲ですか、あの変な言い方ですよ。よくあるっていうパターンっていうか、まあ変な言い方ですけど、あの聞き入れがりやすい曲だなと思って、うん、あのそれあのなんか袖のところにいっぱい人がいるんだけどね、うん、ね、すごいいっぱいいるんだけどね。大したもんですよ、本当に。すごい。何持ってるんだ、あれは。でこのあの See you っていうのもねすごくいいと思うんだけどね。で可愛らしいっていうか、まあこれもねパフォーマンスのうちだと思うんですが、はい、ベビーメタル、いじめダメ絶対ライブアットソニスフェア2014 UK オフィシャルでした。まあね、うん、今回も涙出ちゃいましたね。あの前回ほどではなかったんですが、やっぱりね感動しました。もうね、うん、ちょっと見えるかな、うん、ね、ね、出ちゃったね。出ちゃったね、うん、はい、はい、まあそうですね、もう今回も本当にいい曲でした。まあ前回のロード・オブ・レジスタンスはもうあれはね、もう会場一帯が本当に全部が素晴らしかったんでね、もう感動の嵐だったんですが、今回の動画はそれに比べるとまあ落ちましたが、でもスルバーらしいパフォーマンスだと思いましたね。もう特に、スーメタルのこの最後のこのロングトーンっていうか、まあロングボイスですね、それが本当に、もう良かったですね。はい、改めて感想を述べさせてもらうとですね、
日本語で歌ってますよね。日本語で歌ってね、だって言葉わからないでしょ。それであれだけ沸かせるっていうのがね、すごいなぁと思うんですけどね。しかもね、ベビーメタルのことを知らない人がほとんどだったと思うんですが、まあ一部ね、ベビーメタルのファンは見えると思うんですけどね、あの旗とかあったからね。だけど、まあほとんどの人はベビーメタルのことを知らないわけですから、それで、あそこまで盛り上げるっていうのがね、本当にすごいと思うんだけど、私。で、あの、もうすでに、だから、この曲が始まっていた時に、始まる前からもうすでにね、オーディエンスの心を掴んでるってイメージだったんだよね。だから、その前がどうだったかっていうのがね、また気になるんですが、ね、やっぱり、スーメタルさんの声にやられちゃったんですかね。はい、あと、そうですね、あの、あーっていう叫び声と、中間部分にあった、ね、あの、ちょっと聞き取りにくかったんですが、もう、逃げないとかって言ってた。あれはもともと入っている音なのかなって思いますが、それ以外は全部生で歌ってましたね。で、ね、うん。そうそうそう。スカートが破けてたんだよね。いつもにあんな風になっちゃったのかなと思うんですが、まあ、スカートが破けていても、最後までパフォーマンスをやりきるっていうのは、もうこれは素晴らしかったですね。あと、袖のところに妙にたくさんの方が見えて、もう、ベビーメタルの様子をね、関係者の方が見に来てるっていうイメージだったですね。そうだそうだ、あの、確かコメントの中にもね、私、あの、ちょっと忘れてますけど、なんかメタリカさん、なんかの、ね、うん、そのような話があったんですが、それのことなのかなと思うんですが、あの、袖のところにたくさん人がいて、その、ベビーメタルの様子を見てるっていう、そんなようなイメージでしたね。あと、今回は、あの、ギタリストがね、もう、あの、左側にいる人ですか、あの人がね、もう、笑顔でね、もう、ほとんど笑顔で、こう、演奏してるっていうのが、すごく印象的でしたね。あと、ドラムの方もね、もう、歌を歌いながらね、叩いてるんですよね。で、あの、ね、あの、まあ、例の私に似たような髪型のベーシストなんですが、あの人もね、顔がね、うん、なかなかいいなと思って。あの、一番右の人があんまり映ってなかったからね、うん、まあ、最初こんなようなことをしてたんですが、そうだそうだ、とにかくね、その、バックミュージシャン、あの、紙バンドっていうんですね、うん。この紙バンド自体がね、すごく楽しんで演奏してるっていう、まあそれがもう伝わってきましたね。うん。楽しんでるわ。あと他になかったかな。なんかなかったかな。うん。あの、まだ大事なことを忘れてるような気がするな。私ね、前回もそうなんですが、言おうと思ってたことをね、ふわーっと忘れちゃうんですね。あの、ちょっと認知症の気があるんでね、仕方ないんですよね。うん、そうですね。まあ、とにかく、日本語のままで、こう、歌って、それであそこまで、まあ、オーディエンスを盛り上げる。すごいなと思うんですが、うん。私ね、これ、もしかして、ベビーメタルね、この、逆に日本語のままで歌ってるのが良かったんじゃないかなって思うんですよね。なぜかというと、その、まあもちろん、オーディエンスを魅了してますけどね、うん。
魅了してるんですが、それとは別に、その日本語の歌詞、これを外国人が聞いて、あ、この歌、言葉はわからないけど、いいな、かっこいいな、そう思ってるんじゃないですかね。いや、ちょっとバックで犬が鳴いてるんで、ちょっとカットしますね。どうも、犬泣き止んでくれたんだけど、だいぶ長い間泣いてたんでね。まあ、ちょっと、だいぶ時間が経っちゃってましたけど。日本語をね、その歌をかっこいいなぁというふうに思ってると思うんですよね。まあ、これはね、昔、日本人が海外のアーティストに抱いていた感情と同じだと思うんですよね。例えば私、ディープパープルの曲、ね、歌を聴いて、ね、全然わからないですよ、言葉は私。あ、この歌、いいな、かっこいいな。そう思ってましたからね、私。あと、ほら、日本語のね、まあ、アーティストの普通の歌ですよ。そこにもところどころに、イングリッシュが混じってるじゃないですか。ね、まあ、今回の、ベビーメタルの曲もね、フォーエバーっていう言葉が入ってますよね。まあ、あんなような感じで、ところどころ入るんですが、日本人はね、全部日本語よりも、ところどころにイングリッシュを入れた方が、かっこいいと思うんですよね。ほら、例えば、台湾の方に行くと、今度逆にね、台湾の歌手が歌う曲の中に、こう、ところどころ日本語が混じってるんですよね。イングリッシュじゃなくて日本語が混じってるんですよ。なぜかというと、台湾の人は、この日本語を入れることで、かっこいいっていうふうに感じてるんですよね。まあ、全然ジャンルは違いますが、これはね、アニソンで証明してますよ。アニメソング。日本のアニメっていうのは、世界中にでね、放映されてますよ。その主題歌なんですが、まあ、すべての主題歌が、日本語のままだとは限らないですね。変えられてる場合もありますが、ほとんどそのまま流してるんですよ。日本語のままで。失礼しました。で、まあ、そのアニメを見て育ってきた人がほとんどですよね、世界中。多分みんな見てるんですよ。で、その日本語の歌を聞いて、あ、これ言葉わからないけど、いいな、かっこいいな。そう思ってるんですよ、外国人は。特に日本のね、まあアニメの中ではね、ヒーローものなんて熱くね、変わったっていうか、すごいパワフルな歌い方しますよね。例えば、マジンガー Z だと、マジンガー Z ってすごい歌い方しますよね。あれがもうたまらないらしいんですよね。なので、もう必死になって、その日本語の歌を歌えるように練習するんですよね。で、まあ、歌えるようになるともう自慢しちゃうみたいな感じで。で、しまいには歌詞わからないから、日本語の勉強。そういう現象が世界中で起こってるんですよ。まあ最初は少なかったですよ。でも、日本のね、ポップカルチャーの影響で、どんどんこう広がってきて、世界中でそういう現象が起こっているんですよ。そこへ、ベビーメタルがあえて日本語のままで世界に進出。どうなるんでしょうかね。もちろんベビーメタルのね、もう紙バンドも含めて全てパフォーマンス素晴らしいです。それでね、魅了しちゃいますよね。スーメタルさんの歌は言語関係ない、言葉の壁なんてない。もう彼女の声を聞いたら魅了してしまうと思うんですよね。だけどそれ以外に日本語の歌詞、その歌がかっこいいと思ってるんじゃないですかね。それは昔日本人が海外のアーティストに抱いていた感情と同じだと思いますね。あえて日本語で勝負に出た、それがベビーメタルの、ね、世界で人気を得た一つの理由だと私は思うんですけどね。
まあ、私の個人的な考えですけど、皆さんはどう思うでしょうかね。あと今回、スーメタルさんのね、声が非常によく聞こえました。やっぱりね、こう、最初、パーっとこう広がってる状態から、スーッと合わさって、で、今回はこの、最後にこう、パーっとまた弾ける。そんな声もよく聞き取れました。むしろ最後の方が聞き取れたなと思ってね、今回。もうスーメタルさんのあの、ロングボイスは素晴らしかったですね。まあ彼女のまあそうですね、分かりやすく説明できないかなと思うんですが、例えばあの前回ね、金属音的な声っていう表現しましたよね。あのコメントの中にもちらほらそういうのがあってですね、あれもしかしてこの方は分かってらっしゃるのかな、まあね、私と同じような感覚持ってるのかなと思うんですが、分かりやすく説明するとですね、まあ、あくまでも例え話なんですが、ね、例えで聞いてください。ピアノの音って結構金属音的な音ですよね。まあ、ね、ピアノの弦が金属なんで、当然金属音的な音がするのは当たり前なんですが、ピアノの音を鳴らします。鍵盤をポンって強く叩いて、見ると、こう、ハンマーが動き出して弦を叩くんですよね。この瞬間って、どんな音がするんでしょうかね。最初から綺麗な音が出てますか？違いますよね。最初は、騒音、むしろ雑音と言える音なんですよね。スーメタルさんの声もそのような現象が起こっているというふうに考えてみてください。私の例え話ですよね。そのような現象が起こっているんですよ。だからスーメタルさんの声は金属音的に聞こえるんです、ね、ハートに刺さるんですよ。はい、まあね、こう言ってもらえると分かりやすいかなっていうふうに思うんですけどね。どうでしょうかね。自分でもわけ分かってないかもしれませんよね。はい、あと、あ、そうだ、大事なことを忘れた。今思い出した。今回も前回もそうなんですが、もう曲の展開が素晴らしかったですね。もうどんどん最後に行けば行くほど、良くなっていくようなイメージで、まあ私もね、曲を作る立場ですから、もう展開が素晴らしいんですよ、これ。ね、やっぱり曲を作ってくださった方がね、本当にいい感性というか、細かいところにも配慮してるんですよね。今回の動画ではね、特に目立ってるのは、例えばバイバイっていうところとバイバーイとこう全然違いますよね。パターンが違うんですよ。これがね、いいと思ってね。同じようにしないっていう要素なんですよ。繰り返しても、繰り返してないよ。そうイメージが私好きなんですね。私も自分で曲を作るときはね、同じようには作りませんからね、絶対。変えようって努力しますからね。だから、本当にね、曲の展開が素晴らしいと思いました。はい、今回はね、まあ、ちょっとまた長くなってしまいましたけどね、本当にうまく説明できてるか、ね、全く自信ないんですが、今回はこの辺で終わろうと思います。それでは、念のためね、いつになるかわかりませんけど、ね、次回までごきげんよう、さよなら。